待って。手榴弾到底。飛んだ飛んだ。わーい。うわマジで。ワンダフォはい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いたっちゃんです。さあ、今回ですね、LWRC-SMG4号、こちら、新武器を使っていきまーす。まあ、新武器なんで、ちょっと楽しみなんですけど、どうなんでしょうか。ステータス的にはめちゃくちゃなんか優秀な感じはしますが、届きましたね。このドクタグシリーズと同じ感じの。攻撃力マイナス 2.0 って、ロングレンジバレルで射程伸ばす代わりに攻撃力が下がる。ライフリングの場合は、攻撃力が上がる代わりに連射力が下がる。まあ、ここは一緒だね。でも、まあ、こういうちょっとね、デメリット付きの、ちょっと出ましたね。ロングレンジバレル一択ゲーじゃないよっていうところがあります。まあ、これが本来であるべきかなと思いますけども。さあ、そのわけで見た目はなんかちょっと UMP っぽいんですけども、ちょっと違うんでしょうか。UMP のモデルと同一形状で、まあ、なんかいろいろ外観いじられましたよ。どこどこっていう感じですね。そのわけで、ちょっと使っていきましょう。はい、こちらの殲滅でやっていきましょう。さあ、右クリック。あ、絶対ないね。連射遅すぎ。多分左クリックでやっていくんだと思います。パッと見はなんかすげえ集団よく見えるけど。そしてどうなんでしょう。あれでどんなもん削ったかだな。やっぱ削られてるから、なんとも言えんけど。やっぱ溶かす。おお、敵が目の前にいた。全然わかんなかった。まあ、やっぱ溶かす速度が大事なんで、ポイントマンはね。どれだけの速さで溶かせるか。頭入れた。あー、5割カット頭入れて 4.5 ぐらいかな。真ん中には行ってないでしょ。多分若干右ぐらいで頭入れて45なら強いんじゃないでしょうか。まあ言うて鞭皮するのはもっと削れてるけどねっていうのがある。僕逃げまーす。あ、よこせ。あ、右にいた。あ、でもダメージ取れてんね。火力高いのか、そうするとこれ。やっぱ46か。射程がめちゃくちゃいいから、まあ、アサルト並みだもんね。ちょっと普通に考えて。あー、バレちったー。一瞬こっち見られちゃったね。まっすぐ突っ込んでいきましょう。ほんと TTK 短いなと思うこのゲーム。もう死にそう。あ、え、待って、めっちゃ削ってる。4割今胴体やで。2発くらいしか入ってないでしょ。マジ火力高い。アサルトじゃんこれ。マジでアサルトじゃんこれ。瞬間的な火力が高すぎる。ほら、一発がでけえ。こんなんねえよ。 MP7 ムビレスクも XQR もこんなんないよ。デスモとかもアサルトやんこれ。強っ。あっ足りなかった。やばいな、マジか。さあ、いいマップだ。ポイントマンってやるにはなんか人数も少ない。とりあえずなんかね、めちゃくちゃ強えなと思ったら、これ防弾貫っていうのが40超えてたんだよね。そりゃ強えわ。30超えてるから、普通にアサルト、緊急、なんか火力の上げたアサルトみたいになってる。あ、連射力か。連射力上げたアサルトみたいになってる。普通に強えよ、それは。爆弾が設置された。もう確定やん。さあ、スナイパーが死んだ相手はもう。これ削れんもん、これ。溶かす速度が、
あれと一緒、アサルト。これポイントマンで溶かす速度じゃねえ、マジで強すぎる。これ本当に強いぞ本当に強いぞこれ。さっき言った、さっき攻撃力46って言ってたんだけど44でした、実際ごめんなさい。44の射程49の砲弾貫通35なんで、マジ強いっすこれ。近距離戦ライオンより軽く出るんじゃねえ、もしかしたら。ライオン25とかでしょ、あ28とかでしょ。今コイルは軽く出るでしょ、近距離戦。ちょっとバケモンみたいなポイントマン、ポイントユーロのポイントマン出てきたな。目標地点の偵察を要請する。リロード。なんか味方のアサルトしちゃ強いぞ。敵を倒した。後方に敵。再装填。怖い。怖い。リロード中だ。怖いけど敵がいる。すまん。敵を誘弾を使うぞ。そりゃできない。味方強え。名前危ないのが一人いるけどね違うとは思うんだけども。あ、ち名前、相手にやべえのもいたわ。別方面でやべえのがいたわ、相手の名前。下から4番目すげえ名前やばい。聞いたこともねえワードだよ、それ。組み合わせ的に。そのワードの組み合わせは今までない。あ、死ぬと思った。行きたくなかったもんね、めっちゃ。リロード中だ。手榴弾を使うぞ。ピョーン。この決死の目標地点の偵察を要請する。いや、これでセンター来てくれるっしょ。やるから、まずは V 取りまーす。目標地点への偵察を要請する。これサプレッサーは、あ、つけれねえんだ。あ、死んだ。まずいですね、非常に。いや、くそ、右から来ちゃった。絶対音聞いてたね。今の一瞬であんだけ早く出てくるってことは絶対音聞いて左側溝へ向いて出てきた感じですわ。しっかりしてますな。あ、こんにちは。お互いなんかぼーっとしながら投げてた感あった今。なあ、さすがに顔出さねえんだ。あ、キムチ怖っ。あ、壁は抜けないっすね。なんか9ミリ弾って書いてあれ、いった意味わかんな。9ミリ弾って書いてあったから普通に壁抜けるかもしんないなと思ったのに。普通にやばい、ヘルスないからもう俺ヘルスないからやばいんすよ。攻撃された。いや、ダメだね。全然入ってない、これはさすがに。どこ入れた。いや、腕、横腕で意味わかんねえダメージだな。もうちょっとね、距離詰めて撃っちゃっていきたいね。その爪怖いんであんま行かない。ここから行こう。目標地点への偵察支援を要請する。あのスモークの中堂々と覗けんのマジすげえなと思う、このゲームでは。本当にね、なんだ、運ゲーだしあんま意味ないんだよね。手榴弾投擲。敵の手榴弾。
設置まで入りましょう。後方の敵を攻撃する。ラス1ですよ。デュルルルルイキ。何天狗のデュルルルイキって。赤点赤点頼んだわ。え、いい、死ぬよ。ひー、あ、ごめん、やらんやらん、全然やらん、そういうの。どうしようかな、グレー入れだけ入れようかな。育ちすぎたポチってなんだよ。相当でかくなったってことだ。手榴弾投擲、手榴弾投擲。うわ、べ、微妙な位置に敵来ねえんだけど、さすがにやれるよね、マジで。あ、死んだ。ちょ、最高ビビった。またかよ、同じ状況、デジャブー。手榴弾投擲。え、普通にここで待ってたの。むしろの味方が出てくる前から敵、あの、あそこ撃ってたから、もうそれで死んだのかと思ったよ。頑張って頑張って、そこ頑張って。手榴弾投擲。飛んだ飛んだ。わーい。うわ、マジで。ワンダフォー。あ、間に合わなかった。早く出過ぎちゃったよ。まあやってくれるでしょう。あ、素晴らしい素晴らしい。ああああれで外してくれたらラッキーなんだけどね。いいよ、ワンワン、あ、ワンワンじゃん、ツーオンツー。さあ、フェイント入れてこ、持って入れてこ。お、いいよいいよ、その強気の勝負、俺好き。外すんかーい。でも、あの選択肢は僕も好きですね。逃げずに戦いに行くっていう。あ、惜しい。戦い方相手うまかったな、今の。ほとんど体半分しか出さずにっていう、あの打ち方すごいね、いい打ち方です。リロード。でも言うて、でも相手も多分相当見づらかったと思うけどね、敵がね。あれは打ち方本当にいい打ち方ですね。このゲームだとあんまり弱かったりする場面多いけど、でも本当にああいう基本的な体を出さずに、さらけ出さずに打つっていうのは本当に素晴らしい基本ですからね、やはり。あーあああ、すっごい変なの乗っちゃった。ごめーんって感じ。死にそう死にそう。こういう時にパッとこう一側見てみると、おやおやおやって感じではあるんですよ。もしかしてって。目標地点の手段。まあ2連通はいないでしょ、この状況なら。間違いなく。で、そこで俺の削ったやつじゃないってことは敵レスにいるわけですよ。そういうわけですな。さあ、ありがとうございます。さあ、このまま僕は設置に入りましょう。あとは俺が削ったのと、毎回2側にいる SR。完璧ですね。手榴弾投擲。あっちですね。最小点。あ、強い。俺が勝ちたかった。くそー。はい、LWRCSMG45 を使っていきました。
すごく久しぶりにですけども本気で強いなっていう武器、ユーロ武器が出てきました。前回何でしたっけ、なんかよくわかんない武器出てきましたけど、あ、これか、これもなんか微妙で、こいつもさらに微妙で、ほんとなんかこのゲームやべえ PM 武器で、PM 武器ばっか出てくるなと思ってたら、まさかのこれでね、最後にまともだったの多分どなんだろうね、多分俺の記憶上多分 X95R ぐらいだと思うんですよ。 K1A1 も使われてたけど、正直っていう印象でしかなくて、まあ、多分カスタムしたって40超えないでしょ、から攻撃力が低いっていうイメージだったから、やっぱりどうしても扱いやすくて、まあ、あの皆さん人気で使ってた人はいたんですけど、最終的にはいなくなるってことは、まあ、そういう武器だったっていうことで、一時の武器なだけで、で、ウジがリメイクされてめちゃくちゃ強いですねって話はしたけども、あの言ったじゃないですか、防弾貫通低くて、でさらにその弾数と電子力 あのバランスが見合わないんですぐなくなったりとか、ちょっとトラブルが起きやすいんですけど、こいつに関しては、まあ、弾数が30だとしても12っていう電子力で、12の電子力で何が昔強かったかっていうと、デスモとかも12で強かったんで、電子力低くても、なので、そう考えるとこいつ 12.66 っていう電子力しかないんですけども、まあ、普通くらいか SMG の中では。で、それでもこの特化したこの攻撃力の部分、ここをすごい評価すべきだなと思いました。で、SMG 本当にね、こいつこんなに強い武器だと僕は思わなかったので、使ってマジでびっくりしました。本当にね、ぜひ皆さんここら辺のカスタムいろいろ試行錯誤して使ってみてください。個人的にはロングレンジバレー使わなくてもいいかなと思います。射程伸ばしたところで変わんないので、このゲーム攻撃力伸びれば射程も伸びるんで、おのずとっていうゲームなので、まあこれでいいかなと思います。それが 2.2 って小さすぎる、これ本当に短い、この恩恵なので、ぜひぜひこちらライフリングメカニズムハードグリップを使ってみてください。というわけで、皆さん今回ここまでになります。今後また SMG の動画もう一回出していきたいと思います。お疲れ様です。I just wanna